今朝採れたての桃の近くにいますと甘い香りが漂ってきます。今年は天候に恵まれ強い甘みとともに張りがある桃に仕上がったということです。会場には今朝収穫された主力品種の暁12万個のうち光センサーによる選別で糖度などの条件を満たした600個が並びました。その中から JA の職員などがさらに色や形が良い180個を健常桃に選び箱に詰めていきました。経年から見ても1度ぐらい、ですね、やはりおおむね1度ぐらいやはり糖度が高いと。郡町の桃が福島県の健常桃に選ばれるのは30年連続で明日以降宮内庁に届けられます。